備していた集光型太陽光発電システムが2011年1月より稼働しました。完成した2基の太陽光発電システムは1基あたり3枚の太陽光パネルからなり、計2400個の太陽電池を搭載しています。アメリカ国立再生可能エネルギー研究所との共同研究により、アメリカコロラド州にも同じシステムを設置し、1点の気候の違いによる発電性能の差を調べる実証実験を開始しました。ここでは集光式太陽光発電システムの実証評価を行っています。こちらの太陽電池モジュールは500倍の集光レンズの下に超高効率の多接合型太陽電池というものが組み込まれております。その多接合太陽電池は日本、アメリカ、ヨーロッパの3社の太陽電池セルを組み込んでおりまして、変換効率がモジュールで 30% となっております。これは一般の平板式太陽光発電モジュールの約2倍の性能を持っております。この集光式太陽光発電システムと全く同じシステムをアメリカコロラド州にも置き、発電性能の違いを比較することによって集光式太陽光発電システムの性能評価のためのモデル開発を行います。こちらには太陽からの入力エネルギーを測る直達日射計、全天日射計を置いてあります。すぐ隣には1個のセルを組み込んだミニモジュールを6個置きまして、発電性能をより詳細に測定できるようになっております。この実験ではアメリカ国立再生可能エネルギー研究所とともに集光式太陽光発電システムの比較実証を行います。比較実証はアメリカはコロラド州、日本は岡山市で行います。コロラド州の年間の日照時間は3000時間、それに対して日本の岡山市は2000時間と大きく異なります。その日照時間の差が発電性能に及ぼす影響を分析いたします。気候の大きく異なる2つの場所で発電量を比較することによって、さまざまな場所での集光式太陽光発電システムの発電量を予測可能なモデルを開発いたします。